七折子梅は、戸部町七折地区で100年以上にわたり生産されている実が小さな梅で、現在はおよそ20件の農家で作る七折梅組合が栽培しています。収穫は今日から始まり、およそ30アールの畑では農家の人たちが直径2センチから3センチほどに育った橙色の実を摘み取っていました。 JA 愛媛中央によりますと、今シーズンは梅にとって晴れと雨のバランスが良かったこともあり、去年より14トン多いおよそ50トンの収穫量を見込んでいるということです。果肉が厚くて、そして糖度も高いというようなことで、これから夏場にかけてはシロップも簡単にできますので、まあ、夏場で予防。 水分補給を非常にいいと思います七尾レコウメの収穫は来月上旬まで続き主に県内のスーパーや産直市などへ出荷されます